川隆の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。ちょっとね、今収録してますけど、はい、工事現場の音が結構響くんで、まあちょっと気になる方はごめんなさいねと言いながら、この場所一番町ですね、千代田区一番町で、まあ、あの日テレの麹町、日本テレビの麹町のところにすぐ近くですと。で、今まあ日本テレビは汐留にもあるけど、もう番町のこの麹町についても今、まあ、番町スタジオっていうのはあるんだけど、本当にそのもともとあったところの社屋を建て直そうとしてるわけね。で、高い建物を建てようとしているので、その環境アセスなんか観察期間みたいな感じで空地にして結構時間がかかるのね、許認可建てるまで、はい、で何が今言いたいかというと、実はそこの部分が平置きの臨時駐車場になってるわけよ。で、臨時駐車場だから、まあ1年以内には なくなるのかもしれないんだけど、でこの辺りの駐車場って時間中だと高いじゃないですか。高いですね。で、1日の上限とか、もう半日の上限とかが、あのね、周辺で、まあ、ないところ、うちの隣なんか完全にないんで全然高いんだけど、その日テレの駐車場が今ある場所の近くだと、半日12時間止めて5000円ぐらいだったわけ。高いなと思ったらさ、その日テレのやつで 100何台止められるのかな、もう半額ですよ。今いくら、2200円下がった。下がったね。でね、そうなると止めやすくなるじゃない。で、そうするとね、どういうことが起きたかっていうと、周りの駐車場が軒並み値段下がったわけ。あ、そうなんですね。だって止めないもん、もう明快じゃない、ここ止めるっつってさ。そこがまあ埋まってて絶対にもう止められないんだったら別だけど、結構な台数が止められるわけですよ。で、別に止めにくいわけでもないわけですよ。そうするとね、人間そこ行くさ、だってそんな変わらないんだもん。そうですよね、うん、っていうふうに考えたときに、不動産のこれ需要と供給のバランスで値段って本当に変わるなっていうあるある話が言いたいんだけど、本当にね、駐車場なんていうのは意外とですね、都心は高いんだけど、僕赤羽の近くに住んでた時あって、川の近くも高いのよ。土地ないんだもん結構。だからやっぱ駐車場立地が、駐車場用地があるかないか で結構料金も違ったりするので、うん、あ、やっぱり不動産の需給バランスってものすごくあるなという感じ で今ね、本当半日止めても2200円は安いわ。うちの文京区あたりよりも変わんないかな。だいたいそれで不動産の相場ってのは大体決まってくるんだけど、月決めだと本来このあたりいくらかな、6万ぐらいするのかな。結構しますね。うん、高いけどね。だけど本当はやっぱりそれでも時間置きの方が、だ隣15分440円だもんね。15分440円って1時間1700いくらですよ。それに上限ないんだ、ないんですよ。だから5時間止めたらもう8000とか、え？みたいな世界になるじゃない。だからもう一歩あそこ行けばね、と思うんだけど、結構止まってんのね、ここの駐車場。だからまあ、長く止めてる人はあんまりいないと思うんだけどね。なんてことを考えると、いやいやいや、需給バランスってすごいなと。多分あれがなくなるとまた戻るかもしれないね、値段がね。はい。ということで今日の本題いきますか。はい、今回は、久しぶりに長時間のセミナーに登壇してきました。あなたはどんなセミナーが好きですか？という内容ですが、市川さんお願いします。はい、最近ですね、私はオンラインになってからあんま自分で長時間喋るセミナーってほとんどやってなくて、鈴木さんに、まあ、任せたというかバトンタッチしていると。で、オンラインって僕的に言うと苦手で、まあ、ラジオでこうやって喋ってる分にはいいんだけど、はい、この一人喋りになるとね、なんかね、聞いてる人がいないとわからないなっていう感じがして。そういうもんなんですね。うん、慣れればできると思うよ。慣れればできると思うんだけど、あんまりその好んでやってなかったんですね。っていうのと、まあ、鈴木学という人のブランディングというものを先にガーッとやってっても全然いいし、オンライン向きだし、彼は彼の知識のやっぱりすごさ、幅広さ、深さ、理路整然さっていうのはね、まさにうってつけなんですよ。だから僕が余計なことを喋って中途半端に惑わすよりは、まあ、相性も含めて、彼にやってもらった方がいいかなってことで、うち主催のセミナーについてはほとんど今彼が喋ってて、まあ、僕はたまに登壇して10分ぐらい喋るってことはあるんだけども、そんな感じにしてますが、久々にですね、日本経営合理化協会というですね、結構いろんなセミナーをもうやってる老舗の会社があって、
中小企業の経営者が全国から来るんですよ。で今はまあオンライン化されちゃってるので、それもだから来ない人もいるけど来る人もいるんです。実はだから久々に会場でセミナーをやったんだけど、もちろん同時でオンラインで配信もするし、後でビデオにもなるというか CD、DVD 化かしてそれも販売するらしいんだけど、2時間半かのセミナーをやって休憩10分、まあもともと僕2時間のセミナーで休憩なしでやってたりも過去してたの分かってると思うけど、はい、だそういう意味じゃ別に喋ることが苦手でも何でもないし、いろんな話をするのは好きなんだけど、まあ久々にやってみて、そうですね、どんなだからセミナーをするのか、要するに海外不動産の話っていうのはその日本経営合理化協会でなかなか今までしたことがなかったと。でこれは別に自分から手を挙げて やれるもんでもなかなかないので、まあ、推薦をいただいたというか、市川さんこういうのやる あるんだけど、お金の授業っていうシリーズものの中の、まあ、1回分出てくださいと。でもこれ有料セミナーですから、はい、4万8000ぐらい取れるのかな、1本だけだと、見る人はね。年間契約すると3万、1本あたり3万5000ぐらいになるみたいなんだけど、でそんでファイナンスの話とかいわゆる金融的な話が続くんだけど、まあ、たまには経路を変えようってこともあって、で海外不動産って話で私が登壇しましたと。で、勉強に、まあ、何人かは来てくれて、あとは画面で、あとは後でそのアーカイブというか録画を見てもらうみたいな形になると思うんだけども、まあ、基本的な、なんだろうな、セミナーで僕営業今するというスタイルっていうのはできなくはないけど、セミナー営業って本当にまあ、テレビショッピング的な雰囲気もあるので、いいっちゃいいけど、なかなかリスクもあるなというかですね、不動産をテレビショッピングで売るってやっぱりちょっとやってみようかなと思ったことはあったけど、現実は難しいなということもあるので、やっぱりちゃんと時間をいただいてちゃんと話をして、でも飽きないように聞いてもらうっていうのが僕のポリシーではあるのね。でなんでこんな話を今日してるかっていうとね、実は最近オンライン化もして、だから人のセミナーを聞くチャンスというのは結構あるわけですよ。でまあなんだろうな、勉強のために聞きますという形っていうのは、私がセミナーを開始した頃、だからこの今やってるポッドキャストの収録をしているディレクターさんなんかと一緒になってセミナーをね録画してもらったり、いろんなことをした時には、ちょうど自分のセミナーのスキルも上げなきゃいけないから、いろんな、まあ、いろんなというか特に同業他社さんのセミナーとかを聞きに行ったり、いろんなことをしながら勉強してたりした時代もあるわけね。でまあいろいろ学んで、この人話術は最高でも売ってる商品最悪みたいな人もいたんで、どうしようかなと思いながら、でもすごく自分の中では勉強になったんだけど、最近別にそういう目的ではなくて、まあお付き合いも含めてそういうセミナーを、経営者がまあこういう戦略を立てると面白いよっていうセミナーを聞いたりする機会があったのね。でね、その人からするとすごく成功体験だし、ものすごく細かく丁寧に説明してるし、その、なんだろうな、それを実践すればすごくいいんだろうけど、僕にとってみるとものすごくつまんないセミナーだったんですよ。あ、そうなんですね。で、それはなんでかっていうと、あなたの世界なんですよ、それはぐらいの感じなのしか聞こえないわけ。リスペクトもするけど、私が、それを私の置かれてる立場でこのセミナーで何かを掴んで、私が何かを実践するときに役に立つというふうに持っていきたいのね。だからセミナーっていうのは、だから僕のセミナーってのは原理原則を教えますと、必ずしもテクニック論ではないですよと。だから本当は海外不動産だけじゃなくて、これはちょっと勝手なこっちの思いだからあれだけど、海外不動産の買い方だけじゃなくて、まあ何回もこれポッドキャストでも喋ってるけど、投資とは何ですかみたいな話とか、不動産とは何ですかみたいな話とか、そんなことが分かった上でイメージをして、自分がイメージに合えばその投資をした方がいいですよって話を僕はしたと思うんだけど、はい、そんなような風に持っていきたいので、一般的になるほどなっていう分かりやすさと、あと、自分でも考えられるみたいな、その一方的に教えて、これはこうだから、答えはこうだから、あなたはこうしなさいっていうやつってあるじゃない、はい、でもできないじゃないそれって。そうですね、学校の先生もそうだけどさ、 いくつはいくつだけどって言われて、なんでっていうのを説明ができないとかさ、で結構多いんだよねそういうセミナーが。だからそれつまんないなと思いながら、まあ僕が気に入ってたセミナーをやってた先生、経営コンサルタントの人はもう亡くなっちゃったんで、もう今いや聞くことができないんだけど、やっぱりその人のことを思い出すんですよね。なんか面白いわけ。
そのポイントポイントの目の付けどころというか、僕にとってみればものすごくやっぱりあの目から鱗だったりするような話とかをしてくれたりするので、ものすごくですね、僕的にはそのセミナーが役に立ちました。ただもちろんこの話はもう今日はマイワールドで私の話しかしてないので、それが、好きか嫌いかってところは全然また置いといての話なんだけど、セミナーって本当にその千差万別だよね。でも仕組まれたりするケースが結構やっぱ多いから、それはそれで切り離して考えた方がいいし、だってセミナーで何ができるんですかって、あの、まあ、よくある話は全然関係ない人呼んできてセミナーをやって、でそこから商品の話になってっていう、全然関係ない客寄せ的な人が来たりするケースもまあ多々ある。でじゃあ説明する人の話は単純に商品の話をするっていうケースもあったりすると。だからそういう世の中だっていう中で、僕の目指してるところはちょっと本当は違うんだけど、まあ多分それはまだ独りよがりであって、それを自分の中で何かを組み立ててやるってなかなか難しいのかなと思うんだけど、でもね、ちょっとまだ今忙しくてできないんだけど、時間ができたらもっとセミナーに関してもっと突き詰めて、この人すごいなみたいな人が出てきたらまた勉強になって、やっぱりねサンプリングみたいなものがないと分かんないんですね。本当のオリジナルって本当やっぱ難しくて、なんでかっていうと啓蒙も含めて聞いてる人が聞いたことないよって話って、なかなかねこれね最初つまんないってみんな言うんだってね。だからテレビも新しい番組作りましたっつって最初視聴率上がんないのと似ててピンとこなかったりするじゃない。だからこれじゃないような形でなんとかしたいなというふうに思うんだけど、まあそのための秘訣は名前を売っちゃえば、まあ、とりあえずこの人の話に面白いから聞いてみようかなみたいな話になったりするじゃないですか。それも一つの手だけど、名前を売らないと、本当の内容に組み込んでもらわないと難しいとか、その場の、まあ、漫才なんかもそうじゃない、知ってる人だと笑うけど知らない人だと笑わないって言いながら、最近でもそうでもないなっていう感じになってきた私も、はい、あの全然関係なく久々にあの コントのやつ見てたけど、面白いやつは笑うね。だから随分そこら辺は変わってきたのかなって感じもするので、僕も本当に勉強していろいろやっていきたいなっていう感じになったので、まあぜひですね、まあうちのセミナー の今のオンラインのやつは凝縮して、私が出ないで喋ってるやつはその目的を持ってる人、例えばどこどこ不動産、ヒューストンの不動産とかオーストラリアの不動産とかっていうこととかに関してはものすごく僕はあの凝縮ですごくいいと思うし、あの勉強にもなると思う。でそれ以外の部分に関してはなかなかこれがね、好きなんだけど難しいかなっていう感じもするので、もうちょっとまた自分のスキルを磨いてね、またあの頑張ってやっていきたいなという気がしますので、ぜひ期待していただきたいなと。そうですね、はい、いうことで締めましょう。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。